ライバルのピザーラが生のアボカドとクリームチーズのピザを出した。見ろ、めんどくさいな。めんどくす。我々ピザブラックはアボカドの写真を使ってアボカドフードをネーミングするだけ。アボカド見た目は同じ、なぜみんなピザーラを頼む。タイヤ安いよ、今ならキャッシュバック、ナビも安いよ、タイヤで選ぶならゲアラ、ハチのつく日はどこひらんさて。すき家、みんなが好きな牛丼だからもっともっと美味しくしたい。すき家の牛丼並盛り、さらに美味しく250円プラス税。お弁当もすき家の牛丼。クローズワーストダイナマイトについにカブラギ風を参戦。よし、絶対負けねえ。今ならカブラギもらえる。勝った。コナミ、見ろよ、日本中でフルーツが盗まれているらしい。リンゴも、桃も、ブドウも、あ、ファンタのオレンジも。おいしいフルーツはすべていただき。ファンタ、みんなの力でフルーツを取り戻せ。ジャリンジャリン風小兵天翔、個性豊かなヒーロー、勝って稼いで強くなれ。君のお金を正義に変えろ、マネーバトル RPG ヒーローバンクセガ。グレープ組、レモン組、フルーツバスケット、ジューシーでロッテフルーティオ。世界で学ばれている KUMON の教材は共通。一人一人が自分の力でぐんぐん先へ進めるメソッドなんです。一人一人の夢に近づくために、今日も世界でできたが聞こえる世界から、クモン。戦いから7年が過ぎた。地球は孫悟空親子らの活躍でセルの魔の手から救われ、人々は再び平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、すぐに愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。さっさと金を出すんだよ。知りてえのか。早く入れろ。おい、これで全部らしいぜ。よし、ずらかるぞ。いただいた金を使っちまったらまた来てやっからね。孫悟飯は16歳になっていた。これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父が心配し、サタンシティにある高校へ今日から通わせることになったのである。ん？町の外れだ。そろそろ降りた方がいいかな。バイバイ、キントーン。帰りも頼むよ。父さん、ミスターサタンは地球を救った英雄だと信じられているんですよ。この町の名だってミスターサタンが住んでいたことからサタンシティと改められたくらいですから。